はい、こんにちは、夏林です。初心者のためのギター講座、今回取り上げる曲はドブロックさんの大きな一物をくださいです。曲じゃなくてね、ネタなんですけれども、まあよくできた曲だと思うので、ぜひ皆さんも弾いてみてほしいなと思います。ちょっと一回試しに弾いてみましょうかね。こんな感じ、ワン、ツー。まあこんな感じになるんですけれども、弾き方はねすごくシンプルです。ジャンジャカジャカをずっと繰り返す弾き方なんですよね。ジャンジャカジャカで次のコード、ジャンジャカジャカで次のコード、ジャンジャカジャカ E っていう感じで、この曲 AmCDE っていうね、4つの基本的なコードだけで構成されているので、バレコード一切ないんですよ。だからギター初心者でもねすごく弾きやすいです。で Am から Cに行くときって、このね人差し指が、共通になってますから、この人差し指は押さえたままで、他の指をね Am から C に移動させていくとコードチェンジスムーズです。その次の D はまあ共通の指はないんですけどもね、まあ基本的なコードなのでなんとか頑張って押さえてほしい。そして E、まあ E、D から E も共通の指はないですけど、まあここはまあ押さえれるかなと思います。で E からまた Am に戻りますけれども、Em と A ってね指の形だけを見ると同じなんですよね、なので E を上の方で弾いたら次 Am を下の方で弾く、1本ずれて下の方で弾く、っていう風にコードチェンジもしやすいと思います。イントロからで、ここです。ララ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 ラ何かを探すんだよね。ここ。そしたら B で神様が出てきます。森さんのねギター弾いてる方が神様が出てきます。ララ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 ラ。あ、ごめんなさい。ララ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 ラ。でここでね気をつけたいのが、今までね ACmCDE のずっと繰り返しだったんだけど、ここだけ Am をずっと繰り返しになるので、ジャンジャカジャカ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 っていう風になりますので、そこを気をつけてください。でここで江口さんの方のダララララララからなります。でここでやっぱり今までねジャンチャカチャカ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 で1回ごとにコードチェンジしてたんだけど、ここで2回ずつになりますので、拍数間違えないように、ジャンチャカチャカ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 っていうことですね。でここの Dm っていうコードも意外とねこのコードってなんか出てきそうで意外と出てこなくて、結構弾くのに苦労したりするコードなんです。僕も昔苦手だったんですけれども、まあこれをいい機会にねこの Dm というコードも使いこなしてみてください。ダダ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 2回弾いて C ダダダで G ダダダダダダで Am ダダダダっていう
感じですね。でまた、歌がチェンジします。歌い手がチェンジします。神様の方タラタラタシタタタタタタタ。でここで決めの B7 ですね。 B7 コード難しいんですけどね、このやっぱりね B7 ってねすごくいいところで出てくるコードなので、ここをぜひ頑張って弾いてみてほしいです。ダー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 、じゃんじゃかじゃかじゃんじゃかかかじゃーんで伸ばす。でここでねだなならばっていう風にあのためが入りますよね。で休むんだけどここに E があるのがちょっとポイントになると思います。大きな一物をください今のこの入りのね E を忘れがちです。だならばっていうところはなんか歌い手だけが歌ってソロっぽくなるんだけども E でつないどいて Am っていう、この B7 からちょっと返してみますが、ダー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 じゃんならば大きな一物をくださいっていう感じ。ならばを全部休むわけじゃないっていうのが、ここの E を弾く意味なので、そのねつなぎの E をちゃんと入れてるっていうところもあの結構よくできてる曲だと思います。この E を忘れないっていうのもぜひ覚えてください。で大きな一物をくださいは、まあ、今まで弾いてたコード進行をそのまま、繰り返すだけです。大きな一物をください、大きな一物をください、運を突き破るよ、風にして E、 ここは Am をずっと押す。でまたここに戻るのかな、ダラランランラン、そうじゃないだろうみたいな感じでねまた続いていくっていうような感じです。でネタの後半になってここのね、ここが B メロのところがじゃらーんとこう伸ばすところあります。まあね私が言わなくても曲に合わせて弾けばそういう風になると思いますが、でダダ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 ダでここで、ちょっとだけコード進行変わるかな、ダダ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 ダ。でここら辺でもう、もう一回 B7 を繰り返すところはもうダウンストロークだけでダダダダダダ、 E はジャーンって盛り上げといて、ついでに大きな一物をください。はい、ここのつなぎの E、伸ばして伸ばしてジャガ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 ジャーンって溜めといて、でもつなぎの E を忘れないで Am っていう風に、弾けば爆笑をかっさらえると思うので、ぜひ皆さんもそんな感じで弾いてみてください。では一回弾いてみましょうかね。一応全体的な流れのコツとしては、最初はすごく抑えめに弾いといて Am ぐらいからちょっと盛り上げを作っといて、ここら辺でもさらにこう盛り上げといて、サビを一番盛り上げる、だんだんこう曲全体でこうクレッシェンドかけていくような感じで弾くといい感じで弾けると思います。やってみましょう。ワン、ツー、抑えめに。どこだ、どこにあるんだみたいな感じでなんか探すんですよね。神様出てきます。
2で。続いていきます、ぜひ皆さんも弾いてみてください、今回はこんな感じで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではさようなら。